三島は日本海軍の解剖艦。後日、再評艦。その後、潜水艦派派艇として運用された。艦名は山口県の沖、日本海に浮かぶ三島から取られる。前身は1894年に、ロシアの新アドミラルティゾー戦所で浸水した、ロシア海軍のアドミラルシャコフ級解剖戦艦、アドミラルセニアービンである。 1892年7月9、21日、建造開始。1893年4月8、20日帰港。1894年8月10、22日浸水。1897年7月、講師完了。日露戦争時、バルチック艦隊に所属して、日本海海戦に参加。1905年5月28日に降伏した。 8月31日、9月13日、除籍。1905年6月6日、日本海軍は露革したロシア軍艦5隻を解明する。オリオールは、戦艦、岩見、インペラートルニコライ一世は、戦艦、イイキ、イキ、駆逐艦、ベドーブイは、駆逐艦、サツキ、ゲネラルアドミラルアプラクシンは、解剖艦、沖ノ島、そして、アドミラルセニアンは、 海防艦、三島と命名された。同日筆5隻は、それぞれ軍艦席に編入される。三島と沖ノ島は、損傷状態も少なく、カラフト作戦のために新設された第4艦隊の第7戦隊に組み込まれている。もともと海防戦艦であるため公用能力は劣るが、防御力は戦艦に準じており、当時の日本海軍装甲12洋艦を上回る。当初は、 ロシア海軍時代の武装をそのまま使用していたが、本艦は1907年に手砲爆発事故を起こし、手砲を10インチ砲に換装した。4.7インチ砲4門は、6インチ砲6門に換装された。三島と沖ノ島は、兵装の変更が多い艦であったという。第一次世界大戦における、三島は第二艦隊に所属し、 新オ方面で作戦に従事した。またシベリア出兵に際して1918年に砕氷館としての改造が行われる。工事内容は全部砲塔を撤去、艦首の砕氷構造を環境の体幹零式とするなど。改装前の手法は、完全方に45口径 25.4cm 連装砲塔を一機 観光法に45口径 25.4cm 連砲塔を1基の計4門改装後は観光法に45口径 25.4cm 連砲塔を1基の計2門となった。1919年2月以降、三島はウラジオストックやシベリア方面に進出した。マイズルで修理後、1920年2月からはオタルを基地として、 シベリア方面に出動した。1920年、佐世保鎮守府に初めて潜水艇が配備される。当時の潜水艦は、性能的にも、技術的にも未熟で、常に、母艦の支援を必要としていた。1922年4月1日、三島田艦艇は、軍艦席より除籍された。艦艇類別等級表からも削除。二隻は、 特務艇に類別される。三島は、佐世保防備隊の潜水艦母艇として、長期間にわたり使用された。兵装や、交番を撤去したため、三島の還元は増し、南西諸島まで潜水隊に随伴して出動する、こともあったという。1924年3月19日、佐世保郊外で、佐世保陳府第1回基本演習が行われる。 第43号潜水艦は輸送船に見立てた、三島を襲撃中、三島に後続していた、天竜型軽巡二王艦、立田と衝突した。司令塔下のの発地が閉鎖されていなかったため、第43号潜水艦は浸水して沈没した。潜水艦乗組員45名全員が巡職した。5月1日、摂生軍は、岡田啓介海軍次官と、 高橋節夫佐世保防備隊司令と会い、第43号潜水艦沈没事故の状況を聴取した。1935年10月10日、三島は除籍される。翌1936年1月10日には、配管第7号と、歌唱された。以後は、実艦標的として使用される。5月上旬、空母、放射の標的艦となり、演習に従事した。 装甲巡洋艦、常磐に栄光されて、スクモワニへ移動中、5月5日、問い見先を気合いにて浸水が進み、配管7号は、艦全部から解没する。16時43分に、全貌した。日本海軍史、第9艦、第10艦の、召喚履歴及び、艦砲に基づく。ありがとうございます。